県内では今日新たに757人が新型コロナウイルスに感染したことが分かりました。9日連続で前の週の同じ曜日の数を下回っています。757人の感染者を自治体別で見ますと、静岡市で188人、浜松市で125人、富士市で66人、御殿場市で48人、掛川市で35人などとなっています。 なお、死者の発表はありませんでした。1日あたりの感染者数は、前の週の同じ曜日を240人下回り、これで9日連続で前の週の同じ曜日を下回っています。今日、県内では新たなクラスターの発生は確認されていません。今日正午時点の県内の新型コロナ患者受け入れ、病院の病床使用率は県全体で18.7%となっています。 また3回目ワクチンの県内接種率は全世代で 47.17%65 歳以上は86.27%となっています。